というわけで、初見さん関係、質問関係、投げ銭スパチャは大関係、来る者は拒まずのパーカッションのワークショップ高文がお送りします。よろしくお願いします。取り急ぎですね、なんか手頃な価格で欲しいわと言った場合はですね、もう一択です。一択。えー、レモ。<laughs> はい、はいえー。まあレモ、まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですけども、ヘッドを作っているメーカーで、まあ、かなり安いと思います。 まあこれでだい1個2000円とか3000円ぐらい。まあ、楽器の中、打楽器の中でも、まあ、最,最低価格っていうか、最小価格で手に入るものです、はい。今多分日本で手に入るのは2種類あって、はい、ちょっとこう柄がついているものか、つるんとしたタイプのものです。はい ちょっとごめんなさい。違いが分かりにくいかもしれないんだけども、こっちがつるんとしてるやつ。はい。じゃ、これ名前はルネッサンスですね。ルネッサンスヘッドと言います。で、このちょっと柄がついている本革仕立てのやつが、えー、ファイバースキンですね。ファイバースキン。おそらく、えー、皆様ですね、フレームドラムで検索すると、まあ こういういいのが一番多くく出てくると思いますでどっちがいいのっていう話なんだけどもまあこれ好みによりますっていう感じですこれ今レモのルネッサンの結構はっきりとした感じの音っていうかね明るい感じの音になります えー、本革の楽器でも結構皮をねしっかりと貼るテンションかけて貼ったものは割とこういう感じの音になりますはいで安いんですけど、えー、これが悪いかっていうと全くそんなことはないとあの私は思いますはいファイバースキン柄がついてるやつね 丸い,っていうか若干こうぼやっとしたような優しい感じの音に聞こえるのではないかなと思います。えー、定域が豊かっていうかね。はい。まあ、こういう違いがあります。か、ま、ぎ、あ、なくこれはね川っぽい感じですね。本川って結構こういう、えー、本革のものであんまりテンションを張ってないものって割とこういう。 っていった感じの音になりますが、えー、ルネッサンスの方は対してもっと明るくてはっきりとした感じの輪郭が出るような音になります。でこれは好み、えー。優しい感じがいいかはっきりとした感じがいいかっていう感じです。リグレさんが質問くださったんですけどもルネッサンス今日本で手に入りますよあの。お店では置いてるとこと置いてないとこがあるかもしれないんですけども、えー、とネットで検索してみてください。フレームドラムルネッサンス で出ると思いますいやあレモさいいんだけどまあちょっとねこだわりたい人にはなんかこのロゴ案の嫌じゃないですかこれ僕だけかな僕こういうねロゴあるとあのいかにも大量生産品っていう感じがしてしまっていやせっかくだったらこういうあこれちなみに本側です。 よりね、倍音が整理されてないっていうかいかにも民族楽器ですっていういろんな種類の倍音がね混ざっているという感じですねまあこういうのももちろんありますし手に入りますはいじゃあどこで買うのって言ったらね、えー、もし関西方面にお住まいでかつまあ京都なんかに住んでるっていうね方は民族楽器小泉さん京都に行ければ 行っていただいて、えー、見ていただくのが一番いい感じです。えっと、いわゆるレモの、もう貼ってあるタイプの、えー、プラスチックヘッドのものもありますし、いわゆる本革のもの、まあ輸入ものだと思うんですけれども、もう、まあ、品揃えておりますっていう感じです。まあ当然その分ね、お値段はします。はい。ちょっと見てみようか。 えー、まあレモだったら大体、まあ小ぶりなもので2000円。大きいと、3、4000円っていう感じですね。はい。はい。えー、これなんかね、えー、6万、<laughs> 6万500円でございます。はい。ちょっと本格派から入りてーよと。形から入りてーよという方はね、まあお値段しますけれども、まあこういうのありますと。えー、5万5000円と。 いう感じですはい。で、さっき言った通り、えっ、ー、と、名前がね、いろいろあるじゃないですか。こういうネットショップなんか見ても、フレームドラムって書いてるやつもあれば、ダフって書いてあるやつもある。ダフは、あの、ジャラジャラがついてるやつね。はい。それさっきの名前の違いで参考にしていただければと思います。あともう一つは、えっ、ー、とね、静岡に、 J-A-L-I の JALI さんっていうのがありまして、ここはかなりあります。はい。ぜひ検索してみてみてください。まあ、行って叩けたら理想的なんだけれどもけ、行かなくても通販もやってますんで、お店の方もプレイヤーの方ですごいね、こだわってる。し、まあ、見ていただくとわかるんだけども、そのまあ楽器の状態、えー、本顔のものって結構個体差が多いんですけれども、まあ、その革の張り具合とか、 えー、かなり強めに張ってますとか、えー、気候の変動を受けにくいですとか、えー、かなりね <laughs>、詳細に載ってるので、ぜひ見て、本側に、ね、ご興味あれば見てみてくださいっていう感じです。はい。多分ね、メールすれば相談にも載ってくれるんじゃないかと思います。はい。僕もいろいろね、あの教えていただきました。本側が欲しければ手に入りやすいところでジャリさんか小泉さんっていう感じですね。やっぱりその本側の方が、 当然、湿度の影響を受けますから、えー、その分、まあ、管理は難しいと思ってください。特に今の時期、えー、梅雨の時期なんかは、もうほっといたら、ベロンベロンになってるっていうことがまあまあありますから、まあ、叩く前にドライヤーで乾燥させたり、天日干ししたり、えー、しなくてはいけないっていう感じ。対して、えー、もう常に貼ってあるやつ、もう止めてあって、プラスチックヘッドなんで伸び縮みしほとんどしないっていう。 やつはこれは気候の影響をまあほとんど受けないから扱いがすごく楽だからまあビギナーの方にはえこういうのがおすすめっていう感じですねでちょっと値段するんですけどもここにちゃんとチューニングキーでチューニングできるタイプのチューナブルなものっていうのもありますのでえ予算が許すのであればチューニングができた方がいろいろな音が楽しめるからいいかなと思います これが14インチっていうサイズになります。はい、でこれぐらいであれば、まあ、体型を問わずですね、まあ、程よく叩きやすいのでいいんじゃないかと思います。まあ、つまりおすすめ僕のおすすめ超個人的におすすめで言うと14インチが大きすぎず小さすぎずかといってこの低音が。 弱くないちゃんと低音と高音の差がはっきり。出るので、えー、おすすめは14インチっていう感じです。で今聞いてもらったのよりもっとドゥンドゥンさせたいと、えー、低い音、まあ、ドゥンっていうかねもうブーンみたいなブーンみたいな。 あの低音が欲しい場合はもっと大きいのもあります16インチとか18インチですねあっ C っていうとこの表面をスクラッチするこういうのあるんですけどこういうのは、えー、とこの表面にある程度摩擦っていうかざらつきがないと なりませんからルネッサンスとかつるっとしてるやつだとほとんど聞こえないみたいなところはありますからま,、まあ、まあ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 値段はするんだけどやっぱ本側の方が表現の幅とか出せる音の種類は多いかなと思いますまあいろいろな良さだったり違いはあるっていうことです